札幌市においては依然として同の国のステージ4、10万人あたり25人という指標を超える水準になっている、大変厳しい水準にあります。先ほど開かれた道の対策会議、鈴木知事は札幌市の状況に強い危機感を示しました。20日日曜日に期限を迎える緊急事態宣言、解除か延長か、政府は明日にも正式決定する方針です。道内の今日の感染者は88人と減少傾向ですが、夜の人出は確実に増えてきています。若者たち少なくとも10人以上でしょうか、かなり大きな声で外飲みをしています。自粛疲れからか、札幌市では缶ビールを片手に路上飲みをする人たちも。鈴木知事は来週以降も札幌市では引き続き何らかの対策が必要との認識を示しました。新規感染者数の減少をより確実なものとし、適切な対策を検討し、国との協議を進めていくように指示をいたします。適切な対策を検討し、国との協議を進めていくように指示をいたします。はっきりしてほしいですね。もう長すぎますからね。札幌市北区で38年続く居酒屋水明館、カウンターにずらりと並ぶお酒は緊急事態宣言以降は出していません。要請に応じてお酒を提供せずに営業しています。1週間の売り上げは1万円あるかないか、家賃、スタッフの人件費、固定費などで毎月およそ100万円の赤字だといいます。新金が早く、一日でも早く手元に欲しいってことがもう本当にもう一番の願いですね。店はもう、おかげさまで38年間やらせていただいてますので、まあ、この形で終わりたくないもんですからね。店を続けていけるのか、飲食店の不安は募るばかりです。